どうもショルです。よくあち前回の続きからやっていきたいと思います。では、とりあえずボス戦続きからやっていきます。これ勝てるんかなこれ。で、レベルないけどな。ただ、経験値はね、鬼のごとし入ってくるんですよね。どこや？あった。経験値はめっちゃ入ってくるぞ。その代わりやけど。いけいよっしゃー。お、大事にやばい。これやばい。これやばいよ。なんだろう、止めて。お大事に。ああもう強いって。流せませんー。ああまた血液補給。え、こいつ HP 回復しすぎ。止めろ止めろ止めろ。え、これ止める方法とかないんかこれ。HP 全回復だけど、これやばないかこれ。マジで勝てへんレベルの敵なんやけど。600回復はちょっとエグいやろ。敵はほとんど攻撃はしてこないんですけどね。ただね、異常な回復力と、よくわからない取り付き攻撃をず、延々としてきよるんでね。よし、いけ。おらおらおら。しかもなんかこけへんもんな、こいつ。強っ。ああこいつめっちゃ強いわ。邪魔、めっちゃ邪魔してくるし。どっかなんか弱点ないんかこれ他に。このあれ以外に。もう手が弱点っぽいんやけど、手になんかロックオンできんのやな。なんだやろ。ちゃうな。いいね。もう地道に行くしかねえんか。でも地道に行っても HP 回復されるからな。どうすりゃいいんやこれ。で、容量回復されるからわざとできんというえぐい感じ。また血液補給入った。この血液補給がえぐいんやってマジで。これあー798。もうデタラメな回復力なんてことや。800は無理やろ。こいつめっちゃ強いわ。強いっていうか何やろ。回復量がやばすぎて、どうにもならんっていうレベルや。無理かもこれ。もうちょっと火力が、もうちょっとどころじゃない。だいぶ火力いるな、これ倒そうと思ったら。めっちゃ強いやん、このボス。うわ、経験値もったいねえな、こんだけ貯めといて。欲しい経験値が。HP は少ないんですけどね、多分。ただ、回復を持ってるんで、そこが異常に強いという。キャンセルしろ。くぅー。ちょっとあと10分くらいしてもう無理っつだったらリタイアして、レベル上げしたいと思います。これちょっと勝てそうにないっすね、この HP 回復がある限りは。こいつの。回復性能が結構しかも異常なレベルやから。ダダダダダダ。結構ムシムシババババの攻撃効いたもんな。よっしゃ。ムシムシバババーで行くしかないから。いや、いけるかもしれん。下手したら。頑張れ。頑張りたい。また心取られた。もう心取られすぎ。そこそこそこ。 HP 回復すんな。絶対回復すんな。こいつ HP 回復だけはすんなよ。
あー、きつい、恐竜始めてもだ。もう無理や、もう。もう無理やって。どんだけこれで HP 回復すんねん。異常やって、この回復力。ドライ声優ね、こんなの。しかも、今までの妖怪と違ってね、倒れないんですよね、こいつ。なんか、今までだったらなんか弱点狙ったらなんか、こけたりしてたんですけど、こいつの場合ね、こけないんですよね。こいつめっちゃ強いぞ、マジで。こんなレベル上がったことで勝てるんかな？ってレベルなんやけど。まずいね、これ。ダン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 。ああ、夜吸収された。狙う場所絶対悪いね、ダメな、これ。キャンセルできんもんな、技を。ちょっと無理か。これは。めっちゃ強いやん。いや、でも経験値もったいねえな、これ。なんとこの経験値欲しいな。あ、また血液補充始まった、もう。経験値めっちゃ手に入っておるのに。これも無理ですね。うわ、勝てへんわ。降参や、これ。はい。あー、めっちゃ強いやん、こいつ。しかもなんか当分勝てそうな気がせえへんレベルの強さやったな。まさかまさかの次は北カテラです。どっからこれ。あー、レベル28か。くそー。攻撃が足りひんな。まあ、どれレベル上げしますかね。これレベル上げな、勝てへんな。そのレベルの強さでしね、やつは。ちょっと、これは火力の高いチームで、レベル上げ続けたいと思います。まず、トノマがまず進化して、リュウくんも進化させれたら進化させたいけど、わからんもんな、リュウくん。それか、リュウくん抜いた方がええかもな、今弱いから。もっとアタッカー欲しいですね、もうちょっとちゃんとした。あと、アイテム使っていった方がいいな、攻撃力アップの。なんか、戦闘中だけアップってやつあったよね、確か、攻撃力アップ。どれやったっけな。あ、これや。あ、これ使っていった方が絶対いいな、これ。そうだ、これ使っていこう。あとは、もうちょっとアタックを上げていこうかな。守りを捨ててアタック上げるべきですね、あいつの場合は。ほとんど攻撃してこなかったんで、とにかく攻撃だけを重視して。猫。猫妖怪ってこと？トノマってこれ猫なんか、こいつ。もしかして。こいつ基本アタッカーやもんな。アタッカーやからこの幼児つけてもこれ、本来はわかんないな、これ。素早さかアタック上げるやつがいいから。素早さ。あ、これいくか。で、トノマに、マジックベル持たせたらもっと強いんじゃん。あ、できひんやん。猫専用かよ。トノマなんやねん、こいつ。コマ犬か。犬か、こいつ。じゃあ、マジカルベル装着べきやな。で、メンツをとりあえず、新オーバーいらんな。で、リュウくん、きついか、これ。こいつ弱いもんな、能力。モラル経験値が多い。あ、でもこいつ、それはええもんな。こいつのおかげで経験値増えとるから、多分。入れとこう。だから。ここを拠点としてレベル上げていこうかな、じゃあ。ちょっとレベル上げはカットしようかな。今回のレベル上げはちょっとやりますけど、次からってレベル上げカットして、レベル上がった状態でとりあえずやりたいと思います。きついな、レベル。チェクチェクに行く、キュ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 ー。ベロスさん入れた方がいいかもな、これ、パーティーに。リュウ君が機能してへんから、全く。
現状は。こいつ進化して強なりそうやけどな。進化せな強ならへんタイプかな。多分。どうも。レアなやつを出てきてほしいな、妖怪。経験値多いな。はぐれみたいなみたいなおらへんのか、メタルスライムみたいな。にしてもね、回復ですね。血液補給がエグすぎるという。だからあの回復を上回るぐらいの攻撃力がいるってことですよね、チームに。それができないと、勝てないと。とりあえず、ムシムシバババクラスの攻撃力いるな、これ。アタッカーが。よし。敵どこにおるんや。ここ以上に経験値多いとこないもんな。今のところ多分。それがクエストクリアしていってレベル上げるかどっちかなんやろうけど、クエストはめんどくさいからな、クリアするの。ここで、もう、片っ端か上げていくかな。まず、トノマ進化っていうのは基本ですね、もう。で、できればまあ、全員レベル30は超えたいですね。クワガタとかレベル低いもんな、まだ。こんなにレベル上げなあかんな。ちょっと。ちょっくらね。カビガッパ。撃て撃て撃ていい。なんかいつかボス詰まると思っとって、やっぱ詰まったな、ボスで。最近強なってきよるからな、マジで、この敵が。これ進化したらでもどれぐらい変わるんですかね、強さが。結構変わってほしいですね、進化して。金が無駄にあるんやな。この金使ってなんか経験値玉かなんか買えへんかな。よし。でんてくでんてんてくでんてん。まあこの回復があるんで、ここはレベル上げしやすいんですけど、言っても経験200しかくれないんでね。1000ぐらいくれな。くれよ。くれよくれよ。このぐらい。どっかなんかいいレベル上げ場所ないんですかね、これ。地道に上げるしかないかった、この辺のゲームは。オッケー。お。もう必殺のレベルとかもやっぱ大事なんかな。ムシムシバババとかほとんど使ってないから、レベルが上がってないやな、多分あの技レベルが。俗に言う。技レベル上げていったら強くなるかもしれない、だから。ヘイ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 平日。よっしゃ、いけ。漆黒のミュータンス。お、いいね。ムシムシバババの威力は強いんですよ。一撃が5、60食らうんでね。とのまま妖術は強いと。レベルアップまでの一瞬長えな。よし、オッケー。布団が吹っ飛んだ。ちょっと黙らーん。しゃ、お払いで経験値ゲット。それでいい。
あ、あいつ絶対ジミンの進化系やん。よく見たら。こいつ。てん、てかてんてん。よし。とりあえずですね。手持ちのメダル今こんな感じか。こいつぐらいの強さがいるな、全員。力109か。うん、こいつをちょっともうちょっと、クワガタがレベル30ぐらいまでできたら多分ね、他も多分もっと強くなってるんでね。うん。こいつぐらいの強さいるな。守りはいらんけど、もう。攻撃をどんどん特化していって。こいつもいるな、あいつ。一個しか攻撃できなかったからな。あとはあいつの弱点とかをね、もうちょっとあれかも、調べるべきかもしれないですね。勝とうと思ったら。ちょっととりあえず一旦、これで終わって、次レベルを上げてから再度挑戦したいと思ってます。ということで一旦じゃあ今回のではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。